青森が3点リードに変わっています。アーロン・ホワイトが今度は勢いを持って飛び込んできました。そしてシュートも決めました、アーロン・ホワイト。このクォーターのチームファウルそれぞれ1つ目となっています。ご覧のプレーです。初戦は15分の出場で5得点という形でした。ここでアーロン・ホワイトのスリーポイントが決まっています。ちょっと緩急交えながら入っていく。なんとか残して野口、バスケットカウントです。ファウルがありました。野口からスコアが生まれました。難しい対戦。アーロン・ホワイト第1クォーターは5得点。山本翔太から神里、神里スリーポイント。小回りの利くドリブラー神里なごむ。神里侵入、さばいて山本、切り込む山本、振り切って山本来た。スクリーンに入る動きは一岡、そこを使って神里、変幻自在のパス。山本またコーナー付近から切り込みに行く。神里スリー、石橋が投げ入れます。一岡ショーン、神里、石橋ずらしてからのスリーポイントだ。見事でした。ショーディフェンス、ハミルトン切り込む。野口から一岡ショーン、フローター。これで3連続ポイントとなって熊本を10。ホールモナレックスとマッチアップ。さばいてホワイト、山本翔太ポンプフェイクから侵入、セカンドチャンスを決めました。野口から山本翔太です。ショーディフェンスアウダ、山本が行くパスにする、野口リバースレイアップ。アーロン・ホワイトスピード上げた、アタックする。青森がただ寄せていました。山本翔太のスリー来ました。熊本のポジションから山本翔太、一岡に低く合わせる、人垣作って外にさばきます。神里スリー来ました。最初の得点は神里のスリーポイントでした。ここもナイスディフェンスです。青森、アーロン・ホワイトパスにする、一岡ショーン、ショートコーナーからのジャンパーです。相手ケースケ、パトリック・アウダトップの位置から侵入。最後はただ一岡が立ちはだかりました。神里高い位置からただ内田が見張ってます。速攻にはさせなかった青森は、ただ神里侵入、神里行く、見事です。バスケットカウント、今日はアウトサイドの確率もいい神里なごむ。引きつけてホワイトへオープンができる、飛ばせて山本翔太スリー、見事なフェイクからのスリーポイントでした。山本から一岡です。引き取った山本、2人で囲う、一岡がフリーになった、ダンクショット。回り込む内田、神里へ、引き取ったのは山本、ワンオンワン、山本が行く、おー、プトバック、アロンホワイト。ショーディフェンス、ここでミスマッチになります。神里スリーを狙う、おー決めた。今日4本目になりました。一桁点差という中で熊本はそこも生かして果敢に行くか。果敢に行ったのは山本翔太だ。激しく守備に行くのは熊本、奪った、一岡翔、ナイスディフェンス、一岡が行った、見事ナイスディフェンスから一岡のフィニッシュでした。